金は借鑑法の質量の単位である。伝統的には一金は16両と定義されるが、その値は時代と地域により異なる。マレー語ではカティという。これは英語に入りカティとなり、各国の金を表す。日本では通常は一金イコール16両イコール160問目とされる。明治4年5月、進化条例交付の際、 当初は1千イコール3 7 5 6 5 7 4ムとされたが、同年9月に訂正されて、1千イコール3 7 5 6 5 2 1ムと定められた。この換算値は、土量工取締条例にも引き継がれた。その後、1891年3月24日、甲府の土量工法第5条において、換算の便宜のため、1問目イコール3 7 5ムとされた。 したがって、一金イコール160問目、イコール600グラムとなった。これとは別に、計量するものによって、各種の金が使用され、別名があった。舶来品に対しては、1ポンドに値が近い120問目を一金とし、これを英金と呼んだ。現在の日本では、金は、食パンの計量の単位としてのみ使われている。これはパンが英金を単位として売買された歴史に、 由来する。ただし、一斤として売られたパンの質量は、時代とともに少なくなった。現在、公正競争規約は、食パンの一斤イコール3 4 0ムと、定めている。2010年に改定された、常用漢字表では、当初、使用頻度の低いの良好の単位の漢字である、尺、門目とともに、金の字も、削除候補となっていたが、2008年6月に出された。 第二次案で金のみ削除候補から外された。関大の金は現在よりずっと少なく 226.67g と推定されている。等とし参考のこと。南北朝時代には南朝では変化が少なかったのに対し北朝で一両の質量が増大した。随唐代には従来の量とその3倍の量の2種類が定義され、後に前者を少々量。 校舎を大小量と呼んだ。東大以降は大小量のみが使われた。一金イコール十六両の関係は変わらなかったので、一金の質量も増大した。当の一金は、西安市何家村湿度の質量を記した、金銀器から約六百八十グラムと推定されている。新潮の標準とされた、小平量は清滅亡後の九百十五年に五百九十六点八一六グラムと、 定義された。国民革命後の1929年に定められた。姿勢では、メートル法をもとに一斤イコール500グラムという霧の良い,い数値に改められた。中華人民共和国は1959年、従来の一斤イコール16両を一斤イコール10両に重心化したが、一斤イコール500グラムの換算は保たれた。 近代の中国ではキログラムにも金の字を当てたため、姿勢の金と区別するために、黄金という、大金イコール600グラムあたりの茶葉の価格表台湾では日本統治時代があったことから、日本の借款法の影響を受け、単位名称以外は日本と同じ換算をする大勢が広まっている。大勢の金を特に大金と呼び、 一気にイコール6 0 0ムである。香港とマカオでは芝金と呼ばれる6 0 4 7 8 9 8 2ムの金が使用されている。これは、信頼に外国との貿易のために各国と結んだ単位についての協定における定義がそのまま使われているもので、元はヤードポンド法で1プラス13ポンドと定義されていた。シンガポールでは金と呼ばれる点六零四八キロの金が 使用されている。これは、香港と同じで、信頼に外国との貿易のために各国と結んだ単位についての協定における定義がそのまま使われているもので、元は、ヤードポンド法で1プラス13ポンドと定義されていた。マレーシアもシンガポールと同様である。ありがとうございます。